ロゴオブザディザーテックファンデーションヨーロッパと中東、北アフリカ諸国に持続可能な電力を供給するインフラについての概念図デザーテックはディザーテックファンデーションが提唱している地球規模で砂漠の太陽エネルギーや風力エネルギーを利用しようというコンセプトである。デゼルテックとも、そのコンセプトをディザーテックファンデーションとヨーロッパの企業群で結成した。 コンソーシアム DIIGMBH が北アフリカと中東で実現しようとしている。デザーテックはローマクラブとドイツのトレックの講演の下で生まれた。デザーテックは太陽熱発電や風力発電を使って砂漠で電力を生み出し、その電力を消費地に送電することを促進するもので、非営利団体のデザーテックファンデーションが推進している。もともとは EU 名な地域でこのコンセプトの実現性が評価された。デザーテックのこの地域での実現は、業界団体の DII が推進している。デザーテックの提案によると、サハラ砂漠の6500平方マイルの領域に、就航型太陽熱発電システム、太陽光発電システム、風力発電システムを分散配置するとされている。そうして生み出された電力は、 スーパーグリッドの高圧直流ケーブルでヨーロッパ及びアフリカ各国に送電される。これによりメナ諸国の電力需要の大部分を賄い中央ヨーロッパの電力需要の15%を賄うことができる。2050年までに発電施設や送電線上の投資は総額で4000億ユーロになると見積もられている。技術面や経済面を含めた 精密な計画は2012年までに立案される予定である。再生可能エネルギーの分野の科学者、専門家、政治家の国際的ネットワークがデザーテックの最も有名な一員としてヨルダンのハサン王子がいる。デザーテックのコンセプトは元来2003年にローマクラブとヨルダン国立エネルギー研究センターが創設したトレックで生み出されたもので、科学的検討は主に ドイツ航空宇宙センターが行った。ヨーロッパの12の企業とディザーテックファンデーションは2009年7月13日、ミュンヘンにてディザーテックインダストリアルイニシアティブ GMBH を公式に立ち上げた。そのちょうど1年前、地中海連合のサミットでフランスとエジプトが主導し43人の参加者がプランソレールメイディテレネンに署名している。2009年10月30日、 DIIGMBH がミュンヘンにて実際に創設された。2010年2月、DII は当面の目標として、概念実証のためのデモンストレーションのプロジェクトを推進することと、関係各国で再生可能エネルギーの輸出入に関する法整備を行うことだと発表した。モロッコ政府との話し合いがうまくいき、DII は最初の実証プロジェクトの場所を モロッコの領土内と定めたと言われた。2010年4月、DII は我々のリファレンスプロジェクトは西サハラでは行われない。場所の選定にあたって DII は政治、環境、文化などを考慮する。このような手続きは国際的な開発銀行の出資方針とも一致しているという公式声明を発表した。デザーテックのコンセプトは ドイツ航空宇宙センターで行われた3つの研究を主に基礎としている。それらは様々な再生可能エネルギーを生み出すのに利用できるリソースを分析し EU 目な地域の2050年までのエネルギー需要を予測しヨーロッパと目な地域を結ぶ電力網の構築を検討したものである。これらの研究はドイツ連邦環境自然保護 原子力安全省の委任によるもので、ドイツ航空宇宙センターが2004年から2007年にかけていった。それら研究の略称は、地中海周辺地域での就航型太陽光発電のリソースと需要を検討したメド CSP、ヨーロッパとメナの間で電力網を相互接続することの実現可能性の検討と再生可能エネルギーの輸出入の検討を 行ったトランス CSP、水の需要予測と、就航型太陽熱発電の電力で水を作る、ことの実現可能性を検討したアクア CSP の3つである。EU 名な地域でデザーテックを実現させる、プロジェクトは、ミュンヘン再保険を中心とするヨーロッパとアルジェリアの企業が、ミュンヘンで結成した、コンソーシアム DIIGMBH が発展させている。 プロジェクト会社は、ドイツの法に従って結成された。コンソーシアムのメンバーは、ディザーテックファンデーション、ミュンヘン再保険、ドイツ銀行、シーメンス、アブ、EON、RWE、アベンゴアソーラー、シーバイトル、HSH ノルトバンク、M&W ザンダーホールディング、マンソーラーミレニアム、チャットソーラーである。報道では、メンバー以外の関係企業も洗い出しており、 エネル、フランス電力、レッドエレクトリカでエスパーニャ、モロッコやチュニジアやエジプトの企業を挙げている。DII、GMBH の CEO はエネルギー業界で国際的に活躍してきたポール・バンさんである。同社はデザーテックを実現する計画の技術的詳細を策定中であり、デザーテックのスーパーグリッド開発についての契約は2012年中に結ばれる予定である。 地球のエネルギー収支も参照世界中の砂漠に降り注ぐ太陽エネルギー6時間分が全世界の1年間のエネルギー需要に相当する。そしてサハラ砂漠はほぼ無人でありヨーロッパに近い。デザーテック支持者はこのプロジェクトによってヨーロッパは気候変動との戦いの最前線に立つことになり北アフリカとヨーロッパの経済が 温室効果ガスの排出規制範囲内で成長することを可能にすると主張している。DIY は最終的にこのプロジェクトによってヨーロッパの電力需要の15%とメナ諸国の電力需要の大部分をまかなえるようになるとしている。ブッパータール気候、環境、エネルギー研究所とローマクラブの報告によればこのプロジェクトは2050年までに ドイツ国内で24万人分の雇用を生み、2兆ユーロ分の電力を生み出すという。発電施設と送電線は、テロリストの攻撃対象となる恐れがある。ロンドンサウスバンク大学の再生可能エネルギーセンター長、トニー・デイやジャヌシアンセキュリティリスクマネージメントのヘンリー・ウィルキンソン、コントロールリスクスのコンサルタントボルフラム・ラシェイといった専門家は、プロジェクトが、 政治的障害によって届こることを心配している。ヨーロッパやアフリカの電力需要をそれだけ賄えるほどの発電を行うことで北アフリカの不安定な政治状況への依存が発生する。さらに言えばデザーテックではアルジェリアとモロッコの経済と政治両面での協力が必要だが両国は西サハラの領有権や国境について合意していない。 ヨーロッパ各国と中東と北アフリカ各国が協力するというのも非常にハードルが高い。EU と北アフリカ諸国の大規模な協力が必須だが、官僚主義的形式主義や土地買収などの問題でプロジェクトが遅延する可能性もある。また、パネルに積もるホコリを洗い流したり、タービンの冷却用に水が必要であり、現地で水を調達すると、 地元民の生活が脅かされる可能性があると懸念されている。その対策として発電した電力で水を作る可能性も研究されている。さらに、水を使わない洗浄技術や冷却技術が開発されつつあり、それほど水を必要としない可能性もある。長距離送電についてもケーブル付設コストが発電量と送電による電力ロースに見合うのかという批判もある。 これについては、研究と実用化が進んでいる、高圧直流送電では 1000km あたりのロスが3%だけだという指摘もなされている。ヨーロッパでは、スーパーグリッドへの投資が必要となる可能性がある。その点については、遠い砂漠から送電線を引くのではなく、隣国と電力網をカスケード接続するだけで良いという提案がなされている。 その場合でも全体の電力需要は変わらないし、送電時のロスを小さくすることは重要である。重要な文化面の問題として、このプロジェクトがヨーロッパから中東や北アフリカ諸国に押し付けられるのではなく、それらの国々がプロジェクトを所有するのだという保証が必要とされる可能性がある。ありがとうございます。